少しは考えなさいよ。反対側に行くには長い距離を歩かなければなりません。二人ともピンボールマシンで対岸までジャンプしましょう。ピンボールマシン？この人はまだ無境に慣れてないから危険だと思うけど。危険？ホタルさん、これはファミリーの美しい夢。どこに危険があるというのですか？夢の中だからこそスリルを求めないと。さあお兄さん、あなたならできると彼女に証明してあげましょう。僕たちが行こうとしているのはこの先にあるピピピピ氏のサロンです。このサロンは少し変わっていて、ピピ氏人以外はVIPカードを持った顧客しか入れないんです。ま、この散歩にできないことなどありませんが。用心棒のお兄さん、また会いましたね。うん、ああ、あんたか。また来たのか。はい、今日は友人二人とここで遊ぼうかと思いまして。サロンの席はまだ空いていますか？何人だ？三人です。ビップカードを見せてくれ。はい、どうぞ。その友達二人のカードだ。あんたのはもう見たからな。ああ、それは僕の友達は初めて来たんですから、ビップカードなんて持ってるはずないじゃないですか。僕のカードで融通を聞かせてくれませんか？この二人の身元は間違いなく信頼できると僕のカードで保証しますから。それは無理だな。ルールを破るわけにはいかない。カードがないなら帰ってくれ。入れないみたいだね。慌てないでください。何か方法を考えますから。あ、そうだ、用心棒のお兄さん、こうしましょう。僕たちは中に入らないので、代わりにあるものを取ってきてもらえませんか？以前ここに預けたものなんですけど。裏切りを選んだ瞬間、疑念の暗雲、死んでも消えない恨み、ボマーのお姉さんにピエロが用意した素材だと伝えてください。きっとそれで
理解してくれますから。もうそう焦らないでください。その時が来たら教えてあげますから。分かった、彼女に伝えてくる。あんたたちはここで待ってろ。ほら、取ってきたぞ。彼女はそれだけじゃ足りないから、ついでに砕けた夢も一個入れたと言ってた。どうするかはあんた次第だってな。あはは、やっぱりお姉さんは気が利きますね。ありがとうございます。これってあと一つになりました。近くのアーケードゲームを探さないと。あ、これは運がいい。サロンの入り口に1台ありますね。行きましょう。あなたたちに面白いものを見せてあげます。これはアーケードゲーム。それもパンクロードのような電子ゴミではなく、もっと無教の雰囲気にマッチしたゲームなんです。さあお兄さん、試しに触ってみてください。何が起こるか見てみましょう。そんなの、あなた自身に体験してもらいたいからに決まってるじゃないですか。もちろん、これはただの提案ですから、やりたくないなら構いません。僕が。ホタルさん、彼はさっきこのテレビに吸い込まれ、ブラザーハヌと体が入れ替わったんです。待ってください、もう少し詳しく見てみますから。見てください、これはちびっこハヌの大作戦。ストーリー紹介によると、ボスストーンの不思議な装置によって体を小さくされた主人公はハラハラドキドキの大冒険を繰り広げながら、小さな体で美しき夢の街を救わなければならないようですね。このブラザーハヌがアニメでやっていたことを再現するか、もう一度このテレビに触れなければ元には戻れないようです。ここに入り口から入って冒険を始めると書かれていますね。そこから中に入って
挑戦を始める必要があるようです。応援してるからね。あははっ、頑張ってください。ブラザーハンメ、ついに捕まえたぞ。見るがいい、どれほど小さくなったことか。これで俺の手のひらからは逃げられないだろう。どうだ、閉じ込めてやったぞ、かわいそうに。今テレビで再び体を入れ替えれば、その障害物を簡単に破壊することができるが、こんなとんでもない秘密をお前に教えるわけがないだろう。秘密を漏らしてしまうとは。
計画をぶち壊した上に苦労して奪ってきた財宝を奪い去るとは。いいだろう、認めてやる。お前はまた美しき夢の街を救った。だが俺は必ず戻ってくるからな。これを見てください。一時の自由、あなたが手に入れたんですよ。これで準備は整いました。あとは夢を見るだけ。二人ともついてきてください。あなたたちに本当のエンターテインメントを味わってもらう時が来ました。請求列車の開拓者様、またお会いしましたね。今度は2人の面白いご友人もご一緒ですか。どうも、ドクターエドワード。今日は友人に面白いものを体験してもらおうと思いまして。わかりますよね。もちろんですとも。スリルを追い求めるお客様は大歓迎です。それではあなたの無教を読み取らせていただけますか。ええ、僕のを使ってください。昨夜のやつがちょうどいいと思います。何をするつもり。こちらは常連のお客様を対象としたサービスです。最近体験した夢を渡していただき、それに関係する感情を加えることで繰り返し体験できるカスタマイズされた夢の泡を作ることができるのですよ。わかってないですね。作った夢の泡が面白いかどうかはあなたが見た夢次第。誰でも目が覚めた後、まだ続きを見たいと思う夢を見ることがあるでしょう。続きを見たいと思う夢。ホタルさんは興味津々のようですね。少々お待ちください。デモンストレーションとして今回は僕の夢で試してみましょう。材料はご用意いただいていると思いますので、それを私に渡してください。ご寄付に感謝いたします。読み取りが完了しました。目質を調整、夢の泡を生成しています。生成が完了しました。目を閉じて額を夢の泡に当ててください。さあお兄さん、楽しい時間を過ごしてください。ベロブルグ仮想部の診療所？なんで誰もいないんだ？慌てる必要はありません。まずは夢の中の夢の感覚に慣れることから始めましょう。